こんにちは、卓球センター .jp の峰久保です。今日も、トレーニングパートナーでおすすめの練習方法を紹介していこうと思います。今日はちょっと番外編で、いつもは卓球練習を紹介してるんですけど、こんな練習も OK ですよっていうのを紹介していきたいと思います。じゃあまず1つ目は、普段使ったことのない変わったラバーをちょっとチャレンジしてみたい。例えば、粒なんか表でもいいし、アンチでもいいし、普段は使ったことないラバーを使ってみたいっていう方、まあ、もしくは新しく買ったラケットどっちがいいかなって悩んでる方、ラケットをちょっと試してみたいよみたいな人、全然大歓迎です。やってみてください。バーとかでも、トレーニングパートナーなら気にせず全然使ってみてください。例えばお友達とかね、ではちょっと試しにくいところもあると思うので、そういうところはトレーニングパートナーにぜひお任せください。じゃあ2個目、ひたすらラリー、全然大歓迎です。初心者さん同士で練習すると、例えばラリーが続かないとか、ツッツキとかも例えば、回転がかかってない球同士でこう練習するってなるとすごい難しいと思うので、そういう時にトレーニングパートナー使ってもらえればと思います。じゃあひたすらツッツキしてみましょう。こんな感じでひたすらラリー大歓迎です。100本やったことない人が100本やってみたいとか、そういうのも全然大歓迎なのでお待ちしてます。じゃあ3つ目、ひたすらゲーム大歓迎です。私は最大で1時間で21セットやりましたそれぐらいもできるので、ぜひチャレンジしてみてください。自分のサーブ練習もそうだし、レシーブ練習もしたい方多いと思います。なのでぜひトレーニングパートナーのサーブを受けてもらったりっていう練習もぜひぜひ取り入れてみてください。じゃあトレーニングパートナーお待ちしてます。